ロマ音楽。ロマ音楽は、西アジアやヨーロッパなどで、移動型の生活を送る、あるいは送っていた、ロマ民族、ジプシーを中心に発達してきた音楽。ロマは北、インドに起源を持つ移動型の民族であり、中近東、北、アフリカ、ヨーロッパなどで生活している。ロマは、西暦1000年以前には北、インド、ラジャスタンを離れ、放浪生活に入っていったと考えられている。 一方、現在もラジャスタンで演奏家や旅芸人として生活しているロマもいる。ロマは各地を放浪し、音楽の演奏やダンスなどを行う旅芸人として生計を立ててきた。彼らによってもたらされた音楽は現地の音楽に影響を与え、また影響を受け、相互に発展してきた歴史がある。ロマは北、インドを経った後、イラン、イラク、アルメニア、 その他中近東に現れるようになった。西暦戦5 0年頃にはすでにコンスタンティノポリスで音楽の演奏をしていたと考えられている。15世紀頃にはエジプト、スーダン、ブルガリア、ルーマニア、ハンガリー、ギリシャ、クロアチア、マケドニア、セルビアなどへと居住地を拡大、やがてヨーロッパ全域へと広がっていった。スペインのフラメンコの原型も ロマの音楽とダンスであったと考えられるなど、彼らは、放浪先の中近東やヨーロッパ各地の音楽文化に強い影響を与えてきた。ロマの音楽の大きな特徴として、テンポや強弱の激しい変化や交代、細やかなリズムや奔放な就職、ソウルフルなボーカル、そして音高を滑るように移動するグリッサンドの多様などが挙げられる。音階の上では、火星的単音階の 第四音を半音高くして二つの像に同音程を持つ独特の音階、ハンガリー音階などと呼ばれるが用いられることが多いのも特徴である。インド北部のラジャスタン地方はロマの古地であり、現在でもロマが音楽やジャグリングなどのショーをする旅芸人として住んでいる。トルコは西暦千年頃からロマが住んでおり、様々な音楽が生み出されてきた。今日、 トルコのローマの音楽はベリーダンスの音楽としてよく知られている。ファスルは軽快な伝統音楽で、主にクラリネット、バイオリン、ダラブカ、カーヌーンなどが使用される。チフテテリは激しいベリーダンスと比べて、よりスローテンポでゆったりとしたダンスである。古代アナトリア半島に起源を持つと言われているが、その発展には多くのローマが関わっている。 ベリーダンスやファスルのショーは、レストランやナイトクラブで披露される。チョチェクは、ブルガリアではクチェクと呼ばれ、サクソフォンやクラリネット、そして第一次世界大戦以降左官になった、ブラスバンド形式の演奏、およびダンスである。チョチェクの音楽は9、8拍子を大きな特徴とする躍動感のあるもので、マケドニア共和国からは、多くの世界的に有名な奏者を輩出している。 代表的な音楽家には女性歌手のブラスバンドがいる。アルバニアではロマの音楽と現地の音楽が結びつきと呼ばれるジャンルを形成している。タラバは中東の影響を濃く受け継いだ特徴的な音楽でドラムス、そしてダフが使用される。タラバはロマのみならず広間系のミュージシャンも多く、アルバニアでは人気のある音楽となっている。 セルビアのロマは主に南セルビアに多く住み、オスマン帝国の軍学隊の音楽に由来する、ブラスバンド形式の音楽で知られている。主な奏者としてが知られている。ケカーク・コーロスネン・ローモレン、スネン・キャビラン。ギリシャは、オスマン帝国支配下でトルコと共通の文化圏に属しており、ギリシャのローマの音楽にはトルコからの影響の要素が強い。起土戦争の影響で、 アナトリア半島のイズミルからキリシャ本土に移ったキリシャ人によってもたらされたチフテテリーなどが有名。ルーマニアのロマ音楽奏者はと呼ばれ、そのバンドはタラーフと呼ばれる。タラーフの主な構成はフィドル、チンバロム、アコーディオン、コントラバスなどからなるファンファーレ・チョカルリアなどのバンドは国際的に知名度がある。マネーレはロマ音楽の影響を受けた 現代の音楽として、ルーマニアはじめバルカン半島で盛んになっているジャンルである。著名なロマのミュージシャンには次のような人物がいる。多くのロマ人口を抱えるブルガリアでは、ロマの音楽は大変盛んであり、パーティーや結婚式などでたびたび演奏される。ロマの演奏するキュチェックはジャルガの起源としても知られている。ロマの音楽の影響力は特に ハンガリーにおいて顕著であり、人口の上では多数派である、マジャール人を差し置いて、ロマの音楽が、ハンガリーの代表的な音楽とみなされるに至っている。ヨーロッパでは、ハンガリーの音楽という言葉が、ロマの音楽と混同して用いられる傾向さえある。リストの、ハンガリー教師局やブラームスの、ハンガリー仏局などはそうした例である。特に、チャールダッシュと呼ばれる仏局が、 ハンガリーのロマを代表する音楽として親しまれている。しかし、近年、音楽家の登録にクラシックの試験が課せられるようになってから、ロマ音楽家は減っており、ロマ音楽が必要なイベント、結婚式などでは、隣国のルーマニアからミュージシャンを招きで、賄っているという側面がある。バイオリニストのロビー・ラカトシュなどの奏者が知られている。 ロシアの音楽においてもロマは重要な役割を果たしてきた。ロマがロシアに移住するようになったのは15から16世紀頃と言われている。エカチェリーナ2世の時代に大きく発達し、彼らの楽団は街のレストランなどにも出演するようになった。19世紀にはより洗練されたものに進化し、モスクワやペテルブルクでもてはやされるアンサブルも出現した。 7弦ギターやフィドルの伴奏に乗せて、のぶとい声でソウルフルに歌うスタイルを特徴とする。ロシア革命までは大きく栄えたが1930年代になると、ソビエト政府の方針により、ロマ音楽は排斥されるようになった。ヤナドの奏者が知られている。スペインのロマ音楽は、その人気が一般化したフラメンコ音楽によって広く、世界的に知られている。フラメンコは、 スペイン南部のアンダルシア地方で生まれ、ロマの文化と関連付けられてとてもよく知られている。スペインのロマは、北野と呼ばれ、多くの有名なフラメンコアーティストを生み出してきた。しかし、実際には、フラメンコは純粋なロマの音楽というよりは、アンダルシア地方の土着音楽に由来するところが、大きい。もっとも、その発展には、多くのロマのアーティストたちが関わってきている。 フランスのロマは、スペイン由来のグループと、マヌーシュ、あるいはドイツ起源のグループに分けられる。前者には、ジプシー・キングス、後者には、ジャンゴ・ラインハルトが有名である。ロマの音楽は、ヨーロッパのクラシック音楽にも大きな影響を与えてきた。特にロマンハイ公の作曲家に、ロマの音楽に触発された作品が多く見られる。代表的な作品として、以下のようなものがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。